今日は令和3年 ja 共済全国小中学生書道コンクール阪神の部中学1年生の課題えー、法然万作をえー、業者体で書きたいと思います。と4文字の作品なので、阪神4つに置いておきます。 はい、えー、ではポイント説明の方をしていきたいと思います最初に、えー、横と縦折らせていただいたので、えー、線を引っ張っておきますはい、えー、中学一年生の課題ということで、えー、ねあの小学校のうちは解消をほとんどもう会社の方をほとんど書いてきている えー、方ばかりだと思います、えー、中学生になってあのー、ねいきなり行書って本当に難しいいかと思います、ね、あのまあ小学校の高学年からね行書書いてる方もいらっしゃるかもしれませんが行書にいきなりこう楷書きちっきちっと書いていたもの一線一点一角あの崩さずに書いていたものをつな、えー、げてもいいんだよとかこう崩してもいいんだよって言われても どういう風にね、崩していいかわからないですよね,ねなかなか難しいかとは思いますがえー、元となる解書がありますね例えば豊かという字きちんとしたあの解書の豊という字がありますねそれを、えー、少し、えー、全体的に丸みを持たせてあげてこういった伝説とかを少し、えー、の解書と同じ書き方なんだけどちょっと柔らかめにしてあげるとかあとちょっと線と線の間 えと全部つなげなくても作品の中で何箇所そういう,こうつなぎ目が見えたりとかでするだけでも行書、えー、らしい作品になりますのであんまりこう難しく考えずに、えーえー、ちょっと挑戦してみてはどうかなというふうに思います。はいえー、豊かというたいと思います。とやはりこの縦角ですね少し中に入れてあげましょう。 であの筆が紙についた時ですね、えー、カチッと入れるのではなく、えー、左斜め45度のこちらの方向からこう入れていくんですが優しくそーっと優しくポンと入れてあげます。 優しくポンと入れてあげるというのを、ぜひあの行書を書くときやってあげてください。それだけでも、あの津波つ,つなぎ目とかが見えなかったとしても、それだけでもそういった資質の書き方をするだけでもすごく柔らかくて行書らしい作品になります。ですね、優しく入れます。こういうところもそうですね。ポンと入れますね。で、こういった伝説難しいですね。柔らかくと言わ,言われてもあの難しいかと思いますが、今まで解消で。 しっかり押さえてこういった伝説を書いてきたと思いますなのでこれを少しの書き方は同じでいいです押さえるんだけど少し優しめ柔らかめに押さえてあげてっていうちょっとした違いだけでこれだけでも少し柔らかい伝説に 見えまますねこれだけでも構いませんそれだけでもあの業種らしい作品になりますので少し柔らかく優しくというのをちょっとあの意識してイメージして描かれるといいのではないかなと思います。で縦が来てポンと入れますであと業種はこうポンと受け止める次の線に行った時の最初をポンと受け止めてあげるこういうことがところどころできるだけでもあの何て言うのかな こう行書だからといってグニャグニャグニャっとこう書きやすくなってしまうんですがそうするとただグニャグニャした字になってしまうんですがポンと次の線を受けたとあの書くときに前の線からのつなぎをポンと受けてあげるそういうことがところどころできているだけでもすごくピシッピシッとして芯の,のある、えー、行書の作品に見えますのでそういったのもちょっとあのやってみてはどうかなと思います。 で,ポンでこう来てここはちょっとつなぎの目ここからここに行くのにちょっと見て見せてますねこう来ますでここもポンと受け止めるこう来たのがポンと来ますここもそうですねこう来たのがポンと受け止めてあげてからこう来てますねでこの伝説もここと同じですねでこう来たのが一回筆が 紙から離れてポンと押さえてこうきますねこれでもいいですしこうきてこうきてそのまま横に持ってってあげるどちらの書き方でもいいと思いますここの書き方は今日はこうきてこうきて一回筆を紙から離して軽く押さえ直して横 っていう書き方をしました。これはどちらでも書きやすい方でいいかなと思います。で、ここですね。ここも少し中に入れてあげますね。ここもそうですね。ここも少し中でも少し中に入れてあげます。で、少し。少し丸みを持たせてあげましょう。だからといってやりすぎてしまってね。ここはできたはいいけど、ここ丸みっていいわ。言ってたよなってことでこう。これはちょっとやりすぎになりますね。それは分かりますよね。 これはやりすぎ。やりすぎにならない。手前で止めてあげてください。こうきてポンと入れてあげる。ここも受け止めてますね。この横線、少し柔らかく、優しく、丸みを持たせてあげます。そういうことで、え少しあの柔らかい、洋所らしい横線ができますね。で、こうきて、これは、こう来たのが、この線を戻りながら、さっと。 筆をだんだんだんだ紙から離していってあげてます。無理やりやろうとすると、すごく不自然な線になってしまうので、ご自身のリズムでこう来ました。で、こう筆が動くから自然と出るという、自然な線をぜひ書いていただきたいなと思います。で、この幅の真ん中、この辺りになりますかね。で、年という字、ここもこうですね。こう来たのが、こう来たのが、こう入ります。で、こう来て、こう来て、 ここもポンと受け止めてますね。でここ一番長いでこれはここに行きたいんですがここから近道を近道でこう行くのではなくて遠回りしましょうこう来たのがこう来たのがこう入ってますでまっすぐ縦角縦線この線の真上を通ってあげることで安定した「念という字になりますね軸がぶれたりしないですね見ていてもすっきりとした「念になるかなと思います はいという字。えー、三随いろんなさんずいの書き方がありますが今日はこういうふうにしてみましたで入れる位置は中外ちょっと中こういう感じですねでこことここの間隔こことここの間隔下の方がちょっと広いですねで点書きました2画目と3画目をつなげてみましたでこうきてだんだん筆が離れていって紙から離れていって押さえ直してこうきてますで、これ無理に全部、 見せなくててもこう来てご自身のリズムでこうきたい行きたいい行きわけですねなのでこう来てだん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 筆が紙、えー、から離れていくでこの線が見えなくてもポンと押さえてあげればもう行書、えー、のそういったリズムご自身のこういう流れというのが見えますので無理に出す必要はないですでもこう書いていってこう自然に見える線はすごく素敵だと思います。で横来て 縦が来て、ここもポンと受け止めてますね。で、こう。で、ここもそうです。ポンと受け止めてますね。で、この縦角を描きたいので、この三随の跳ねる方向を気をつけましょう。あまりこっちに跳ねてしまうと、えー、この線とぶつかってしまいますね。跳ねる方向を気をつけましょう。でこ,うこの転節もさっきと同じです。会所と同じ、えー、書き方で大丈夫です。それを少し柔らかく、少し優しくというのを、えー、意識して練習しましょう。 ね、少し丸みを持たせてあげましょうで跳ねる方向も気をつけましょう上に跳ねてしまうと白い部分がね、あのー、狭くなってしまいますきれいに白い部分はきれいに見せてあげたいですねでここもそうですねこう来たのかポンと受け止めてますねでこう来てポンとここもそうですね小さな線かもしれないですがここもか優しくポンと受け止めてあげてますはいで次作ですね つなげてますねここも優しく入りますこう来たのがこう入ってますこう来たのがポンと入ってますで次ここに行きたいここに行きたいのでこう来た線を戻りながらスーッと来てポンとやはりここも受け止めてますねポンと受け止めてあげてますこう来たのがポンと受け止めますでここの え書き方はもっと受け止めてたのがこうきてえこうきてだんだん紙から筆が離れて軽く押さえ直してあげてグッときてますね。で,すねで押さえてまっすぐ縦書まっすぐ書いてあげましょうここまっすぐですね。で、えー、ここは少し上でここはちょっとちょっとだけ下っていう感覚です。でこの線とここのの線と 空き具合,空き具合ほぼ同じぐらいにしてここをちょっとたくさん開けてあげると、えー、とてもスマートなかっこいい咲くという字ができます。でこれは人牝、えー、ここのここの位置ここはここよりも高い位置に入れてあげましょう。開いてます、ね、ここでここはここよりも下。開いてます、ね、でこういう形で書いてあげるといいかなと思います。 で行書体の、えー、作品ですので学年名前も行書、えー、で書いてあげましょうであまりねあの崩しすぎなくてもいいです会所を少しどっか1箇所でもこうちょっとこうつなぎ目を見せてあげるとかっていうだけでも全然 OK ですとこれだと、えー、ここに「1」を書いてここに「年」が入るかなちょっとぶつかりますかね ね。で、ここに名前いきますか？1年の方が無難かな？ちょっとここにしますか？ここに 1, 1というのもこう来てここをちょっとこうしてあげるだけで行書になりますね。 これと同じように書いてあげるといいと思います。ちょっと下がりすぎたかな。ちょっと一つ開けてあげて、えー、お名前がここに来るといいかなと思います。これは、えー、1、ここでも良かったかもしれないですね。ここに1が来て、ここに年でも良かったかもしれないですね。 こっちの方がいいですね。ここにしましょう。こ,こ,この作品に対してだとここに1でここに年でここに名前というふうにした方が、えー、バランスは良かったかなと思います。なのでご自身が、えー、骨満足書きました。で、えー、どこに1を書いて、どこに年を入れて、どこに名前を入れようっていうのをちょっと、えー、イメージしてちょっと、あのー、実際書き始めてしまってあぶつかっちゃったっていうこと私もあります。<laughs> ありますので、えー、ちょっとこう指でこう 書いてみて大丈夫かなっていうのをちょっと確認しながら、ここに位置を入れて、ここに念を入れて、名前をここに入れようっていうのを、えー、確認してイメージして、それから、えー、書き始めた方が失敗は少ないかなと思います。あとあのつなぎ目どこにどう出せばいいのとか、あのちょっと分かりわ、えー、かりづらいことありますね。本当につなげていいんだよって言われてもやっぱり慣れていないので、もしあの業種書きたいんだけど。 えー、ちょっとどこでつなげていいかわからないどう崩していいかわからないという場合一つの参考なんですが、えー、例えばこの「えー、豊か」という字ですねこれを全部つなげて一回書いてみるちゃんと書こうとか要書らしく書こうとかっていうことから外れてちょっとそれは置いといてまずは腕を大きく動かすということと全部つなげたらどうなるんだろうっていうちょっと実験をしてみましょう。 であの全部つなげて書いてみますね。 あの、広角と、ね、あの、まあ、行商。 かもしれないけども、これちょっとつなげすぎだし、美しくないですね。でも、えー、元となる、豊かという会社の字はご存知なわけなので、ということは実践はしっかりと書かなきゃいけないというのは、あの、わかると思うんです。なので、一回こういうことをやってみると、あ、どこをちょっと力を入れてあげるどこを軽くしてあげるといいあ、ここはつなげない方がいいなとかっていうのが不思議と、えー、ご自身にしかわからないことで、あの、大胆にやってみると、あ、こんな感じで、あの、 つけるといいのかなあここってこうつなぎ目見えない方がいいよなでもこの点と点は、えー、実際あるからここで力入れて。 ここに行きたいからだんだん船が離れてあここでグッと入れてこう来ればいいんだなとかあの不思議なんですがなんとなくご自身のリズムというのが分かるんですねでそのごリズムというのはお一人お一人みんな違いますのでもしつなぎ目がちょっと難しいな分かりづらいななかなかこううまくいかないなという場合はもう形とか何もそんなのは全部はず離れてまずはただ大胆に、えー、大きくご自身でどこを気をつけるとうまくいくんだろう まずは全部つなげててて書いてみるっていうのも、あのー、一つの練習の一つかなと思いますでその中からいらないところをどんどん削っていけばえすっきりとした「えー、行書体の豊か」という字が、あのー、に近づくこともできるかなと思うのでちょっと向き不向きはあるかもしれないんですがちょっと気になったらやってみるのも、あのー、いいかなというふうにななればなと思います。 はい、あとは、えー、そうですね書いてみてうーんどうかなって思った時結構これねあの難しい課題なので、えー、書いたらちょっと一回立ち上がって真上からちょっと離れた真上から自分の作品を見てみるとか壁に、えー、かけてちょっと離れたところから自分の作品を見てみる。 そうすると、あ、結構思ったよりできてるなっていう場合もあるし、あ、ここずれちゃったな、あ、そっか、この線もうちょっと上からやればよかったんだとか、うまくできたと思ったけど、あその、あの線もうちょっと太くすると、もっと良くなったかなっていうのが、ちょっと見つけることができると思うので、次のステップに行くことができると思います。あとは、本当練習をたくさんしていくと、あの、経験あると思うんですが、 わわけがわかんなくなく私今何書いてんだろう俺今何い書いてんだろうってわかんなくなるような時もあると思うんですねほんと何十枚何百枚とか書いていくとなので、えー、と最初の方に書いたものっていうのをちょっとすぐ捨てずに取っておくっていうのも一つの手かもしれないですね。で最初の方のを取って、えー、書いていってなんかわかんなくなっちゃったな。あれってなった時に最初に書いたのをちょっと出してみてみると自分が練習してきた たくさん練習してきたわけなので、あ、うまくなってるんだ、上達してるんだっていうのがまず気づくこともできますし、あ、最初ここできてたのに、あ、そっか、勝手にこう思い込んでこんな風にやっちゃってたなっていうのも気がつくこともできたり、あ、ここできてなかったけど、ここできるようになってるっていうのに、あの、発見もあったりするので、最初に書いたのを取っとくっていうのもまた一つの、えー、練習の一つかなというふうに思ったりもします。 はい、ちょっと長くなりました。すいません。えっ、ー、と、次回は、えー、中学2年生、地域連携の解書体を書きたいと思います。